海流王子、海流王子は奈良県奈良市北家寺北町にある神言、立州の寺院。本尊は十一面観音。光明皇后の皇后宮、藤原夫人の邸宅跡の北東隅に建てられたことから、隅寺、隅寺寺の別称がある。海流王子は平城宮跡の東方、創国部天寺として知られる北家寺の東北に隣接している。北寺と 海流王子のある一角は、かつては、藤原不夫人の邸宅であった。養老四年、720年の夫人の死後、邸宅は、娘の光明皇后が相続して、皇后宮となり、天平十七年、745年には、これが宮寺、後の北京寺となった。海流王子は、俗に本記、正倉院文書などの奈良時代の記録では、墨寺、墨の院、閣寺、 各院などと呼ばれている。小僧院文書では、天平8年、736年には、墨の院の存在が確認できる。墨寺とは、皇后宮、藤原不比等屋敷跡の東北の隅にあったことから、付けられた名称と言われている、平城系の東北隅にあったためと解説する資料が、多いが、位置関係から見て妥当でない。墨寺の創建について、伝承では、 天平三年、七百三十一年、光明皇后の発願で混流され、そう、元宝が初代十字となったというが、このことは生死に記載がなく、創建時期や事情について正確なところは分かっていない。なお、海流王子境内からは、飛鳥時代から奈良時代前期の古河原が出土しており、平城京遷都以前に何らかの前身建物が存在した可能性が指されている。 海流王子の敷地は、平城系の整然とした、城防、五番目城の町割からずれて位置しており、平城境内を南北に貫通する、道の一つである東に某王子は、海流王子の境内を避けて、やや東にずれている、現在の道路にもその名残が見られる。このことは、先に寺院等の施設があり、後から、道が作られたことを意味している。文書では、 天平十年、七百三十八年の教授唐造物並び旧物案という社経関係の文書の中に墨の院とあるのが書室である。この文書は光明皇后発願の一切行書者の一部が墨の院で行われたことをすものだが、その二年前の天平八年七百三十六年、作成の別の文書、社経目録に上記、教授唐造物並び旧物案と、 共通する内容が記載されていることから、住の院が天平八年に存在したことは確実視されている。海竜王寺という字号は、海竜王行という経典にちなむものだが、いつ頃からこの字号が使われるようになったのかは、定かでない。文献上は、上岸年、八百六十八年十月四日付の大城幹部、類寿三大各書集に見えるのが、最古の例である。 元棒が唐から日本への木と、暴風雨にあった際に、海流王行を唱えて救われたという伝承ある。発掘調査の結果により、奈良時代の海流王子には、小規模ながら、中近道、東金道、西近道の三つの近道があったことが分かっている。伽藍配置は、中門の左右から発した回廊が、伽藍ン主要部を方形に囲んで、中近道の左右に達し、回廊で囲まれた内側に、 南北東の東近道と西近道が相対して立つものであった。現存する西近道は、1、規模島は奈良時代のままであるが、鎌倉時代に再建に近い修理を受けており、主要な部材は概ね鎌倉時代のものに変わっている。中近道の旧地には近堂が立ち、東金堂は明治時代初期に失われた後、再建されていない。 平安時代の寺師についてはあまりはっきりしていないが、幸福寺の支配下にあったようである。鎌倉時代には、新言、立衆の衆祖である映像が、嘉定2年、1236年から略人元年、1238年まで当時重視で復興を行っており、上司4年、1365年には、第13代新尊を生、攻略元年、1379年には、 第十五代京泉和尚、長六元年、1457年には、第二十八代元和吉尚吉、天文七年、1538年には、光純七尾、明和三年、1766年には、紅和尚と、海流王子から五名の最大寺長老を、輩出しており、新言、立宗の中でも、筆頭閣の寺院であった。江戸時代には、が国あったが、 明治時代に入ると没収され、神仏分離令の中で、東近道も失われ、境内の後輩も進み、長らく矛盾の時期が続いた。しかし、1953年、昭和28年に住職が着任し、道具の修理、境内の整備が行われた。長らく、奈良国立博物館に帰宅されていた五重商島も、本来の安置場所である西近道に戻された。 国宝。西近藤内に安置。草林を含む総高4.01メートル。草林を除く高さは2.85メートルの小塔だが、工芸品ではなく、建造物として国宝に指定されている。当初から屋内に安置されていたもの。木箱入りホッケ卿巻と、樽木木口金物2個が、国宝の付け足りとして指定されている。奈良市。 ガン寺極楽坊の五重章刀が内部構造も省略せず、屋外にある塔と同様に一つ一つの部材を組み上げて作られているのに対し、海流王子の章刀は箱状の構造物を積み上げ、組物などの細かい部材は外側から貼り付けたものである。しかし、様式的にはガンゴウジより古い8世紀前半頃のもので、細部様式が薬師寺の三重刀に類似しており、 異例の少ない奈良時代建築の様式を知る上で重要である。後世の塔では四隅に45度の角度で突出する組物とその両隣の組物とはひじきで連結するがこの小塔では連結されていない。後世の建物では四隅の組物には鬼塔という特殊な形状の塔、マスを用いるのが普通だがこの小塔では四隅にも通常の塔を使っている。また、 軒の部分に四輪という斜め方向の壁状のものを設けず水平に張られた軒天井とするのも古い要素である。以上の点は薬師寺塔塔と同様の構造になる。一方で薬師寺塔塔より時代の下る要素もいくつかある。一番外側の軒下、たたるきを直接支える水平材は薬師寺塔塔では断面角形だがこの小塔では 断面円形である。薬師寺塔塔では見手先の組物の二手目のひじきにはと、マスが一つしか乗らないが、この小塔では、とがにこ乗り、後世の塔と同様になっている。以上のことから、この小塔の様式は、七百三十年頃混流の薬師寺塔塔よりは新しいが、奈良時代末期の大間寺塔塔よりは遡るものと見られる。この塔の初茂には、扉や壁がない。 初重と二重目の間には、組入れの各天井を張るが、それ以外の設備は何もなく、当初どのような用途に使われたものかは不明である。前述の木箱入り法華経二巻は、塔内に安置されていたものだが、鎌倉時代のものである。この塔は小さいながらも、模型ではなく、正式の塔として作られ、西近藤はそのお家として建てられたものだとする説も、ある。基段には、 永人2年、1297年の命があって、その頃修理が行われたと推定される。また、総林は、明治39年、1906年の補作で、当初の状況は不明である。なお、海流王子は、皇后宮の内定寺院として、聖武天皇、皇明皇后を支えたが、五十小党及び、西近藤は、皇明皇后区内に残る。 唯一の天平時代建造物であるとともに、内帝仏教と内帝寺院の中心仮覧を現在に伝える仏教建造物として重要な役割を果たしている。郵便番号六三 630-8001-7-4K 寺町八百九十七番地。住職が信仰のあるイラストレーターの三浦淳より、池テル住職という意味である池銃の称号を付けられ、雑誌などでは、 池重と紹介されるケースがある。関西セビ2003年11月号、はじめましてなら。モデルで仏像に詳しい花が、2010年1月11日の朝日新聞東京版なら山和寺秘宝、秘仏特別会長において、11年間の恩母殺立像と、境内の雰囲気をお気に入りとしてあげている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。